コウモリって夜夜行性、夜動くはずなんだけどな。顔を動かしてんのは見えてんだで、ね、って言われる。はっきり撮れないっていうのがね、だね。ですね。もうこれ以上ズームす飛んできたらやだしね。あ、困ったなっていう、ね。首を動かしてんですよ、このコウモリ。なんか俺の方向に変なもんがやってるけど、あんたの方が変だから。よく行きなさいよ、外に。君だよ、君。あんた爬虫類じゃないよね。人間に化けた爬虫類じゃないよね、もしかして。今、世の中そんな風になってるんだけどね。カメラ撮られてるの知ってる？あんた。まあ、出ていくことを願っておるんだけどね。まさか爬虫類が化けてね、コウモリやったんじゃないよな。鬼滅の刃だったら里編の夜中にあのちっちゃいおじさんと違うコウモリおじさんでいいのって思ったらおかしいかもね。思いつきやせんけど、そういう漫画はね。まあコウモリは何にもしないと思うけど、嫌だな。ゴキブリと一緒ぐらいいいやつだわ。見たことないな、もう。よく夜とかね、飛んでるの、やっぱコウモリやったんだな。海とかで歩いてたらね、いるんですよ、飛んでるのが。やっぱコウモリっているんですね。トンネルじゃなくても。コウちゃん早く出てきなさい、コウモリの。なんていう名前つける？コウちゃんしかないんだけど、カサちゃんとかね。目は合ってるんだよ、ここで。闇って感じするもんね、コウモリって。トンネルの中に降りててんで、もうあんた闇よ。コウモリもさ、一生さ、真っ暗なところで過ごしていくんだから、大変よね。ね。早くコウモリから卒業したらどうです、あんた。お椀がねえから大変よね、そんなとこだって。そろそろ卒業しないとね、コウモリもね。もうさ、新しいじいさんとコウモリとかも、虫もみんな仲間だから、あんたさ、今はね、怖いけど。まあ、来年になればみんな一緒のとこ行くけど。最初にクーラーのとこがあそこが落としたらヘビがと思ったんで、ヘビじゃなくてよかったで。ヘビがね、エアコンのダクトから出てくるっていうことよくある話なんでね。まあそれじゃなくてよかったですわ。まあ終わりますね。出てきそうにないんで。ポーズ撮っとき。写真撮ってあげるから。